はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時半ですね。7月は28日のですね、日曜日でございます。最近ね、私ね、夜ね、何を見てるかというと YouTube 見てるんですよいや、人の YouTube あんまり見ない人なんですけど、あれですね、Amazon プライムとかですね、ネットフリックスかとかでですね、なんかこう ああいうものを見飽きた、見飽き、2、3回言うと見飽きて、ちょっとまともなもの見ようと思う。佐藤幸雄のユーテラで見てるんですよ。世界史の講義を受けてるんです。高校生みたいになって、いや、楽しいですね、あれね、ほんまに。いや、僕受験科目はね、私立文系ですけど、受験科目は日本史だったんですよ。もうかなり日本史飽きてるんですよ。若い時は日本史の方ばっかり読んでたんですけどね、もうどうでしょう、30過ぎぐらいで飽きて、ひたすら世界史的なものを読んでるんですけどもですね、ヨーロッパの中世史がようわからんでしょ。ようわからんっていうか、まあ一通りは ざっくりは知ってますけどもですね、このようわからんところは、ああそうやったなと思って、で最近何読むかと、何見てるかというと中国史見てるんです。ずっと4時間コースやったかな。4時間コースで、もうね、昨日新まで来ましたよ。終わったんか、終わってしまったんですよ。昨日新まで来て、あれ昨日新終わったかな、終わったような気がします。終わったような気がしますね。最後の酔っ払うからね、忘れてるんですね。もう一回見るんですで思い出すんですけどね、中国史を見てて思うんですけど、やっぱりね、私の理解していた通りですね、必ずね、こう、王朝の末期っていうのは農民反乱って起こるんです。農民反乱。まあ、食えなくなった農民がですね、わーって大騒ぎしてですね、こう襲いかかるわけですね、政府に対して。政府機関に対して。多分、食えなくなった連中ですからですね、政府がですね、時の王朝が溜め込んでいる倉庫とかの、いわゆるですね、穀物、食料がですね、抑えてあるところ、蔵みたいなところを襲って、そこでとりあえずこれで飯食えるやん、みたいにやってるんやろうな、という気はするんですけど、まあ、要は、人々が食えなくなってですね、こう、自分の本来こう工作している畑を離れて、畑や田んぼを離れてですね、こんな暴れてあかんでみたいになってですね、言ってるんですよね。で、必ずそれが起こるんですよ。反乱っていうのは。で、まあ、名前がついてたりもしますよね。赤い眉とかですね、黄金とかですね、あるいは黄金か。なんかよくわからんけど、色がついてたりもするんですよね。で、まあ、それはいいんですけどですね、今の中国って、そのいわゆる農民反乱的な状態の一歩手前に来てるんちゃうかな。経済が悪くなるとね、やっぱり食えなくなる人間が出てきてですね、食えなくなって、働き口がないとかね、働いても給料もらえないとかってなると、食えないでしょ。食えなくなるとどうするかって、犯罪に走るんですよ。で、まあ、農民反乱も、いわゆる巨大な集団犯罪みたいなもんでしょ、言うてみりゃ。で、それでですね、うまくいけばそこの農民からですね、次の王朝が出たりするわけね。民なんかそうですね。なんで、中国における農民反乱というか、そういうこう、社会秩序の崩壊はですね、王朝のこう、変換期に必ず起こってるものということなんですけど、現在の中国って、ちょっとそれに似たような状態になってるんですね。で、今だから共産党はね、何を一番こう心配してるかというとそれなんですよ。人々が騒ぎ出すっていう。そもそも共産党自体がですね、77年か前にですね、この中国をですね、制した時が、まあそれに似たようなもんですよ。農民反乱みたいなもんですよ、共産党って。自分たちの成り立ちがそれだから、あれをその同じことを恐れてるわけですね。で、かなりインチキなこう政治をしてるでしょ。で、それでですね、被害を受けた人々いっぱいいるわけですよね。で、これまでですね、成功したといえば、ここ40年の経済成長だけで、これ以外は大体なんかやらかすと失敗してるわけですよ。最近はコロナで大失敗しましたよね。ゼロコロナ政策とか言うて。で、大失敗をこういうわけであって。もうですね、人々にですね、こう見透かされてるわけですね。信用されていないわけであって。だからこそですね、警察に一番お金をつぎ込んでですね、抑えると。お前らじゃ、おとなしせえよってこうやってるわけですよ。でも、でききれないこともあるということですね。
これは大紀元ですね。若者集団による大規模窃盗事件、中国と、ということでですね、ちょっと本文を読みますと、こんな感じですね。今月15日、山東省済南市で若者集団による大規模窃盗事件が発生したと。これね、昨日もね、私ね、このね、済南市のこの、あの、大紀元のですね、記事を読んだ覚えがあるんですね。あ、災難ふーんって覚えてるんですよ。災難って昔から事件があったんですよ。日本人がたくさんこう殺されたという事件があって、それでまたその日中戦争が悪化したわけですけども、だから覚えてるんですけども、どうやらこのね、あの、これ、大紀元というサイトはですね、あの、法輪功というですね、中国で発生したもう四半世紀ぐらい前に中国を追い出されたというか、まあ逃げていったというですね、宗教団体が運営しているサイトなんですね。そのニュースの質は割合高いです。メディアで、あの、ニュースメディアではない割には高い。なぜ高いかというと、中国に関して、あの、中国国内にですね、あれがいるんですよ。あの、協力している記者みたいな人がですね。で、彼らがですね、この大紀元は多分中国国外、多分アメリカとかその辺で運用されてると思うんですけど、僕は日本語サイトなんですよ。熱いな、なんか。名簿入ってるのに。そう、あの、中国国内にちゃんと情報提供者がいるわけですね。多分この最南市にいるんでしょうね。だからね、僕はこの最南市で起こったことがあって、こう、バレバレ喋ってますけども、皆さんにお伝えしてますけど、実は中国中でこういうことが起こっていても不思議がない。他の町にはたまさかこの大紀元のですね、ニュース提供者がいないということだけかもしれません。だから中国中で起こっている可能性がありますね。中国メディアが情報筋の話を引用して報じたところによると、事件は複数の団地で起きており、合わせて100台以上の自家用車の窓ガラスが割られ、車内の物品が盗まれた。まあ、窓を割ってですね、手入れてロックを外してドアを開けて中にあるもの何でもかんでも持っていくという事件らしいですね。車両損壊及び窃盗被害を受けた市民の一人は、泥棒は何でも盗んでいったという。スマホスタンドから足を乗せる置き台、最小額のコインまで全部持っていかれたと。ちょっと飛ばしまして、関連ニュースをめぐりネット上では今はみんな金がないんだ。仕事にありつけない若者の飢え死にしないための最後のもがきなど、窃盗事件を恨みながらも犯罪を犯さざるを得ない若者の人生のことを考えての嘆きの声も少なくないと。一部地方では窃盗事件が起きても全情報封鎖が行われているようだ。車を破壊されて警察に通報しても全く相手にされない。それどころかネットに投稿した事件関連情報の削除を求められると訴える市民もいる。つまりですね、泥棒はやり放題で警察は捜査もしないということですね。取ったもん勝ちですね。これつまりもう本当にね、治安が崩壊しているんですよ、中国という国は。そのいつもね、王朝の終盤に起きるですね、農民暴動、農民反乱みたいなことがですね、実質的にも中国で発生しているということではないでしょうかね。あの、昔はね、その農民暴動になりましたけど、今はこういう犯罪になっていて、そのうち、なんと言いますかね、あの、街に出てデモみたいな人々がですね、そのデモので興奮したあまりにですね、その商店を襲撃してですね、物を盗むとかっていうことをやり始めるんちゃうんかなという気がします。あの、もうかなりですね、かなりのレベルで来てるんですよ。で、いつも言う通り、もう5年もたへんでと。あの、つまりね、食えなくなってるんですよ、人々がで、食えてる人もいるんですよ。半分以上はいると思います、僕は。食えてる人も。でも食えなくなってる人が、おそらく2割ぐらいに達し始めているわけです。で、それでもね、貯金とか親から食わしてもらったりとかして、なんだかやってきたんですけども、そろそろそれも限界かなというところに来てるんじゃないかなと
で、そういう人たちがこういうことをやるわけですね。もっともっとこれから多くなっていくと思うんですよ。でそのうち正義がつかなくなるとですね、こう、まあ、社会が崩壊していくということになるんちゃうかなという気がしますね。この大紀元、今読みかけましたですね、ページ、アドレスを貼っております。若者集団による大規模窃盗事件、中国というタイトルでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。